はい、じゃあヴィンテージカップ 4WD クラス Q1 スタートしたいと思います。エントリーナンバー1番はタロマン選手、強勝オプティマ復刻やったっけ。復刻です。復刻のモデルですね。頑張っていってください。はい、じゃあエントリーナンバー2番ウェキン選手、タミヤスーパーホットショット、なのでまあ復刻ですね。タイヤはまたあれですか、ブロックタイヤですか。イエス。わあ、かっこいいですね。はい、じゃあ Q1 スタートします。はい、じゃあエントリーナンバー3番ゴリさん選手、タミヤ、なんだファイヤードラゴンですね。タイヤは前回同様カクタスエボ。はい、じゃあ Q1 頑張ってください。スタートします。はい、じゃあエントリーナンバー4番ルパン選手、強勝ジャベリン復刻ですよね。はい、はい、復刻のモデル、タイヤはノーマル。ノーマルですね。はい、はい、じゃあ Q1 スタートします。はい、エントリーナンバー5番久慈選手、タミヤビッグウィッグ当時ものです。タイヤはこれもまたカクタスエボ。はい、了解です。頑張ってください。じゃあ Q1 スタートします。はい、じゃあエントリーナンバー6番46路、強勝オプティマ当時もの、ボディがプロで、ホイールタイヤがターボオプティマソフトということで行ってみます。はい、じゃあ Q1 の結果はこんな感じになったんですけどね、私はもう、いいかなという感じで、Q2 はパスということで、2番手じゃないや、3番手か、2番手のタロマン選手から Q2 スタートします。
はい、じゃあ3番手植金選手スーパーホットショット Q2 スタートします。はい、じゃあヴィンテージカップ 4WD クラス決勝10周で行います。じゃあスタートします。やっちゃった。司令1。司令と1。やばい。ねえ。よー。ごめん。ごあマジか。あー、ごめんなさい。6。うわー、びっくりした、止まってる。7。8。これ。ああ、くそ。
因縁の対決なんか変な当たり方したもん。いや、その前からマジで、うん、ステアリングに何がありやな。はい、ゴール、ありがとうございました。